去年は妖怪ウォッチがグランプリ。大人の女性たちがこう引っ張っているようなキャラクターがたくさん今マーケットの中にあって、子どもの頃に体験したキャラクターで当時買えなかったものを買いたい、ただ大人なので、まあ、例えばそれが本物になっている化粧品とか購入する商品っていうものの幅がすごく広がってきてると思うんですよね。Souvenirs.